どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、JAL が国際線のヨーロッパの一部の路線にですね、ディスカウントマイルキャンペーンをね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、JAL がね、ヨーロッパの一部の路線のみですね、ディスカウントマイルキャンペーン、またね、ダブルマイルキャンペーンもね、開始になります。こちらが、えー、この動画出てるの7月の24日になってると思うんですけども、7月の25日からね、えー、開始になります。で、これがですね、今回ね、エコノミークラス区しかね、対象ではございませんので、 他の航空会社とね、照らし合わせて、まあ、どっちがね、お得なのかっていうのをですね、一緒にね、見ていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。はい、ということで、こちらがですね、今回ね、発表になったキャンペーンで、ダブルマイル特典航空券ディスカウントマイルキャンペーンが、 開始になりますすこちらはですねお金を払って利用していただくと、ダブルマイル、特典航空券で利用していただくと、ディスカウントマイルということで、減額マイルでね、利用することができるキャンペーンって言ったになります。で、対象路線はですね、ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘルシンキ線で、ご登場ボーナスダブルマイルキャンペーンと、特典航空券ディスカウントマイルキャンペーンを実施いたしますということで、まあ、お金を払ってね、乗っていただければダブルマイルが獲得することができて、特典航空券 ジャルマイルで取った場合はディスカウントでね減額マイルで利用することができるといった味になりますで一応ね両方とも紹介していきたいなと思うんですけれどもダブルマイルのキャンペーンはキャンペーン登録の上対象の便にご搭乗いただくと通常のマイルに加えて同数のボーナスマイルを積算いたしますジャル便名の登場のみ対象ジャルマイレージバンクにフライトマイル登録されている場合のみ対象特典航空券のご搭乗はマイル積算対象外ですということで、まあ、このダブの ダブルマイルに関してはエントリーが、ね、必要になっておりますのでエントリー期間が7月の25日から8月の31日登場期間は10月の27日から2025年2月の28ということでかなり、ね、長期間で開催されます。 こちらね、エントリーが必須になっておりますので、もしね、利用される方はエントリーね、このページからしといてください。概要欄にね、載せておきます。えー、ダブルマイルキャンペーンは登録日以降の登場のみ対象ですということで、えー、登録しないとですね、このダブルマイルは獲得することができませんので、ご注意ください。で、次にディスカウントマイルキャンペーンですね、えー。先に期間行きたいと思うんですけども、予約期間が7月の25日、明日からですね、8月の31日、登場期間は10月の27日から12月の 25日2025年の1月の6日から2月の28日までということで、こちらもね、かなり長期間ね、ディスカウントマイルキャンペーンが開催されます。特典航空券のディスカウントは登録など特別なお手続きは不要ですということで、まあ、明日になればですね、JAL のね、公式サイトでこの期間ね、検索していただいて、普通席がね、あればこちらの路線がですね、減額マイルで え、利用することができる感じになります。期間中対象の国際線特典航空券、エコノミークラス基本マイル数に通常の50%から70%の必要マイル数でお申し込みいただけます。必要マイル数はちょっと後で説明しますね。 で、対象の便、クラス、予約時に、ディスカウント後の必要マイル数が表示されます。ご予約時のえキャンペーンのご利用の申し出、特別なお手付きは不要です。ということで、もうね、検索した時点で、えー、このね、日本のマイル数の席が空いていれば、減額マイル5がね、表示されるっていう感じですね。JAL ウェブサイト、JAL アプリまたは電話にて、お申し込みください。ということで、えー、ウェブサイトでもアプリでも電話でもね、利用することができると思いますけども、電話で利用すると、おそらく手数料が取られると思います。 エコノミークラス、JAL 国際線特典航空券基本マイルスでお申し込みいただける空席ある場合のみ対象特典航空券プラスのご利用時は対象外ですということで、これはどういうことかというと、JAL の国際線のエコノミークラス、まあビジネスクラス、 もうそうですけども、JAL の国際線の必要マイル数っていうのは、座席が減っていくと、特典航空券プラスっていうね、必要マイル数多く払って乗れるっていうね、システムがあるんですよね。まあ、ダイナミックアワードみたいなね、まあ、そんな感じになっておりまして、まあ、今回のキャンペーンに関しては、エコノミークラスの基本のマイル数で申し込みいただける空席がある場合のみ、 使えるっていう風になりますので、まあ、空席のない瓶でね、特典航空券プラスがね、適用になってしまっている便に関しては、今回のこのディスカウントマイルね、利用することができないって言ったはに、 なります。で、対象のお客様、はすべての国、地域のえー、お住まいのお客様。で、対象路線、対象便、対象のご予約ということで、東京からロンドン路線、え東京からパリ路線、東京からフランクフルト路線、東京からヘルシンギ路線え、便名が書いてありますけれども、こちらがね、対象になります。で、ダブルマイル対象の予約。 個人運賃、JAL マイレージバンクフライトマイル積算対象全予約クラスということで、まあ、どのクラスを予約したとしても、こちらね、ダブルマイルが積算されるって言い方がちになりまして、JAL ダイナミックパッケージなどの団体運賃での登場は対象外ですということで、まあ、こちらだけね、注意しておいていただきたいなというところで、特典航空券ディスカウントのご予約、JAL 国際線特典航空券エコノミークラス基本マイル数でのご予約が対象って言った形になります。で ダルブルマイルに関してはですね、東京からヘルシンキに JL47、JL4 8に予約された Y でクラスですね、えっと、往復した場合は5229マイルが片道へ稼げて、今回のキャンペーンで5229が もらえて、それを往復で利用していただくと、さらに倍もらえますので、合計でね、2万と916マイルが貯まる。まあ、これがね、ダブルマイルのキャンペーンですね。で、フライトマイルの計算こちらからできますので、まあ、気になる方はこちらからね、検索してみてください。で、ディスカウントマイルですよね。必要マイル数に関してなんですけれども、まあ、今回ですね、エコノミークラスのみね、対象になっておりますので、通常の必要マイル数が東京、パリが2万6000、フランクフルト2万3000、ヘルシンキン 2万 3, ロンドン JL4344 便以外は2万2500ロンドン JL4344 便に関しては2万6000マイルで、ね、本来利用することができるところが今回ですねパリに関しては1万8200フランクフルト1万1500ヘルシンキー1万1750ロンドン JL4344 以外は15,750。ロンドン JL4344 便に関しては18,200マイルということで、下げ幅にしてはですね、かなり下がってますよね。 はい、こちら必要マイル数の片道になりますので、もし往復で必要だったらですね、こちらが2倍かかるわけなんですけども、まあ、フランクフルトとかですね、2万3000マイルですかはい、本当に半分とかに、ね、なってる路線も、まあ、中にありますので、かなり下げてきましたよね。フランクフルト1万1500、往復で2万3000マイル。で、それでネイルサーチャージが多分ね、片道今、6、片道3万ぐらい多分、 かかりますよね。はい、3万5千なんで、まあ7万円かかりますけども、2万3000マイルで往復できちゃうっていうふうになりますので、まあこれはね、そんなに悪くないんじゃないかと思うんですけども、やはりね、今の燃油サーチャージね、かなり高いですよね。 今、えー、発見するとね、この9月30日分までは、ヨーロッパ路線に関してはこちらにしてね、ネインサーチャージかかってきてしまいますので、まあ往復で7万かかってきてしまうわけなんですけれども、まあそれでもね、2万3000マイルで往復できちゃうフランクフルトだったらね、結構いいんじゃないかと思うんですけれども、まあでも7万は高いですね。私の動画のスタンスとしては、 ビジネスクラスだったらね、まあネイサーチャージ払ってもいいかなとは思うんですけども、まあでもパリに18,200マイルでね、片道行けるのであれば、まあそんなに悪くはないかなっていうところですね。まあネイサーチャージがかかりますので、まあこれはね、人によって結構意見が分かれる部分ではあるんですけども、2万3000マイルで7万。うんっていうところですよね。まあロンドンとかもね、3万マイルちょっとでね、往復で、 でこちらも3万ぐらいかえっ、ー、と、片道ね3万ぐらいかかると思いますんで、往復ね7万ぐらいかかってきてしまうと思うんですけども、3万マイルちょっとでロンドン往復できるんであれば、まあ結構いいんじゃないかな。まあ普通に払ったらね、めちゃくちゃ高いんでね、ロンドン路線とかね。ですんで、まあそれに比べれば本当に安いんですけども、でも年輸サーチャージは、 ま、高いですよねっていうところですよね。まあ、こちらはね、考え方は人によって変わると思いますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。で、こちらのね、えー、路線ですね、他のね、外資系の航空会社だと、まあ、どのぐらいの必要回り数がかかるのかっていうところで、ちょっと私の方でね、まとめさせていただきました。で、こちらがですね、私の方でね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、えー、まずね、今回、えー、JAL のね、燃、え、油、ー、サーチャージあり、 になるわけなんですけども、ポイントサイトから、またね、マリオットポイント、アメックスリワードポイントから交換することがね、マイルに関してはできますので、まあ、こういった交換レートになるんですよね。やはりね、この JAL マイル、まあ、日系の航空会社の強さっていうのは、やはりこれがあることなんですよね。 ポイントサイトから、この JAL マイル、ANA マイルっていうのは交換レートがね、まあ基本はね、JAL の場合は50%なんですけども、ポンタポイントとか D ポイントとかのね、キャンペーンで60%でね、交換することもできたりしますので、やはりね、貯めやすさっていうのはね、ANAJAL、まあ 間違いなくそこはね、1位になるわけなんですけども、まあ、ネインサーチャージがね、かかってきてしまうっていうのが、ちょっとね、痛い部分ですよね。今回のキャンペーンのね、必要回率数はこちらになりますので、まあ、少ないところは結構あるんですけども、えー、片道33,500。すいません、こちら33,500じゃないですね。3万5,000ですね。失礼しました。 ま、かかってきてしまいますので、これがね、ちょっとやはりね、痛い部分ですよね。交換レートはね、ANA も JAL も非常にね、ポイントサイトからね、マイル自体は貯めやすいんですけども、サーチャージがかかるっていうところですよね。で、それ以外の外資系のね、航空会社は私の方でね、まとめさせていただきました。まずロンドンとパリなんですけども、ま、先に結論を言うとね、一番いいのは、アラスカ航空です。アラスカ航空は、東京からですね、ヨーロッパ路線に関しては片道37,500マイルで、 ネイサーチャージなしでね、行くことができますので、まあ、本当にね、手数料3000円ぐらいしかかかんないんじゃないですかね。ですので、やはりね、アラスカ航空のヨーロッパ路線というのはね、非常に強いですね。まあ、それ以外にもですね、 シンガポール航空、デルタ航空、バージンアトランティック、エアーカナダ、アメリカン航空、アラスカ航空、ユナイテッド航空、ジャルと、ね、並んでるわけなんですけれども、やはりですね、この V、バージンアトランティック航空ね、2万1000マイル発見できたりするんですけれども、ここね、ネイサーチャージかかってきてしまうんですよね。それ以外の路線だとね、かかなかったりするんですけれども、ですんで2万1000は魅力なんですけれども、結局サーチャージかかる。 で、エアーカナダとかですね、5万マイルでサーチャージね、少額かかるみたいな感じになっておりますんで、まあ、相対的に見るとね、やはりアラスカ航空の37,500マイルがやはり強いですかね。やはり JAL のね、必要マイル数ね、ロンドン路線少ないですけども、やはりこの3万5千円のね、ネインサーチャージがかかってきてしまいますんで、ちょっとね、辛いところですよね。 で、パルに関しても、えー、やはりアラスカ航空が一番少ないっていうところで、アラスカ航空はね、マリオットボンボイポイントから交換できますので、マリオットポイントから、えー、アラスカ航空6万ポイント交換して2万5000マイルの計算になります。このね、もう一個ね、少ない、えー、アメリカン航空なんですけども、こちらもね、 あの、必要マイル数は少ないんですけども、えー、マリオットポイントがね、6万ポイントで2万マイルにしかならないので、まあ、相対的に見るとね、アラスカ航空の方が、まあ、交換率的に、ね、高くなりますので、こっちの方が利用しやすいかなっていう感じになります。まあ、内容としてはね、こちらね、どちらも同じぐらいの必要マイル数。今回の JAL のキャンペーンに関しては、パリはね、18,200マイルで、まあ、3万5,000円で、ね、インサーチャージがかかってくるっていう感じですよね。 で、次にフランクフルトでヘルシンキー。こちらに関しても、やはりね、アラスカ航空が37,500、ネイサーチャージなしでね、利用することができますので、まあ、必要マイル数的に、あとね、ネイサーチャージとかを考慮すると、まあ、アラスカ航空がね、一番利用しやすいかなっていうところですよね。それでもね、やはりマイルの貯めやすさっていう意味ではですね、 まあ、こういった形になりまして、JAL マイルに関してはですね、ポイントサイトからね、5、60%で交換することができますので、まあ、ここはやっぱり強いかなっていうところですよね。一応、ポイントサイトハピタスね、利用していただくとですね、マリオットボンボイポイントにね、10日で移せますので、まあ、外気、外資系のね、マイルも貯めやすいことは貯めやすいんですけども、やはりいろんなポイントサイトを利用して、 最終的にね、ポイントサイトから、えー、ドットマネー経由して、えー、V ポイントね、まあ前の T ポイントにね、交換していただければ、こういったルートでね、えー、5、60%で JAL マイルに交換することができますので、ポイントのね、交換率っていう意味ではですね、やはりね、JAL がね、えー、利用しやすいかなと思うんですけども、えー、ネイサーチャージがかかってきてしまいますんで、なかなかね、難しいところですよね。まあまあ、私がね、あの、マリオットポイント、 ポイントがね、交換できるハピタスをね、押しているのは、やはりね、このマリオットポイントに6万ポイントはそのまま6万ポイントになって、外資系のマイでね、アラスカ航空もこれ2万5千マイルに交換することができますので、まあ、ハピタスをね、一番お勧めさせていただいている理由はね、これっていうところですよね。ポイントサイトハピタスをね、メインで利用していただくとですね、 まあ、毎月ね、頑張れば2、3万ポイントぐらいね、取れると思いますので、いろんな案件利用してね。まあ、そうすればね、こういった、あの、今回のね、キャンペーンに関しても、まあ、3万7500マイルね、アラスカ航空であればですね、ネイサーチャージなしでね、利用することができたりしますので、やはりね、外資系のマイルをね、貯めるっていうのは、 やはりポイントサイトハピタスね、やっぱり強いかなっていうところですね。まあこういった形になりますので、まあ皆さんね、ネイサーチャージ払ってでも JAL に乗りたいとかね、まあいろんなあれがあると思いますけれども、まあ必要マイル数自体ね、本当に少ないので、ネイサーチャージだけ目をつぶれれば、まあ非常にいいキャンペーンではないかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、ちょっとね、話変わるんですけども、これね、急ぎで、ヒルトンホテルのポイントで、モルジブで利用されたい方え、ぜひね、チェックしていただきたいなと思うんですけども、え先日ね、ヒルトンホテルは SLH ね、提携して、またね、ホテル数が増えましたよっていう動画もね、出させていただいたわけなんですけども、今ね、モルジブにあるヒルトンホテル、まあ、このね、もともと SLH だったね、ホテル、このマリンドホーモルジブっていうね、ホテルがあるんですけども、 私の動画ね、ずっと見ていただいている方はね、知ってると思うんですが、このモルジムのホテルっていうのは、空港、マレ空港からホテルまでですね。 送迎料金がかかるんですよね。だたい300から500とかね、かかってきてしまいますんで、ポイントで宿泊したとしてもですね、だいたい5万から6万ぐらいのね、あの、輸送費用をね、払わなきゃいけないんですよね。それがね、結構利用しづらい部分で、まあ私が利用したね、ヒルトン・モルジブはその中でもまだ安い方でね、結構いいですよっていう話だったんですけども、なんとね、この、 えマリード・ホー・モルジブっていうね、これ現金決済で宿泊するとえ2000、2011ドルかかる客室なんですが、このホテルですね、なんとね、ここに書いてある通り、輸送費用ね、込みなんですよね。ですので、これね、ポイントで宿泊してもね、こちら、えかからないっていうことを このね、ヒルトンのチャットでね、あの、確認いたしましたので、もしね、ヒルトンホテルポイントで、モルジブえ、検討されている方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。私がね、あの、チャットでね、こちら確認したところ、えポイント宿泊した際もですね、こちら、輸送機はねえ、込みで利用することができるっていう回答を得ておりますので、送迎料金はね、ポイント宿泊の場合、かからないっていうふうになるんですよね。 で、気になるね、必要ポイント数なんですけども、こちらになります。見てください。これね、これ8月なんですけども、8月の3、4とかね、連泊で13万ポイントでね、宿泊することができるんですよね。で、先ほどね、現金決済価格見ていただいたと思うんですけども、このホテルね、2000ドル超えるんですよね。 ですので、今のね、2000ドルってだいたい30万ぐらいしますので、まあ2泊でね、60万ぐらいになるわけなんですけども、まあそれがね、26万ポイント、まあ1泊であればね、13万ポイントで利用することができてしまいますので、これはね、めちゃくちゃおすすめです。で、先ほど言った通りですね、こちらね、あの、選択していただくとですね、こういった形でですね、輸送費ね、えー、含まれているっていう風に出ますので、 この客室とかね、まあ私もヒルトンモルジブ行きましたけども、本当にモルジブのホテルはですね、やはりね、人生に一回ぐらいね、行ってほしいぐらいね、めちゃくちゃ良かったので、非常におすすめです。普通にね、次のページ行くと13万ポイントね、宿泊することができますので、ぜひね、こちら、ヒルトンホテルポイントでモルジブ狙ってたっていう方は、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ちょっとこれね、私も行こうかなと思ったんですけども、ここね、 お子様ね、ダメみたいなんですよ。18歳以上じゃないと、まあ、モルジブのホテルってね、ダメなホテル多いんですよ。危ないところ、あの、島なんでね。 あの、しかも客室からあの、海が直結になってるんで、まあ、落ちたりしちゃったりするとね、本当に助からなかったりするので、まあ子供がダメだったり、ダメっていうホテル結構あるんですけども、このホテルもね、18歳以上じゃないと利用することができないみたいですけども、まあそれでもね、えー、1泊30万円のホテルに13万ポイント宿泊することができますので、スタンダードルームだったらね、もしかしたらウィークエンの無料宿泊特典とかでも行けるかもしれませんので、まあここのね、 あの、チャットありますよね。チャットで聞いてもらってもいいですし、ヒルトンホテルのね、デスクで電話して聞いてもらってもいいと思うんですけども、こちらね、狙った方めちゃくちゃおすすめですので、ぜひね、チェックしてみてください。で、一応ね、あの、私はあの、チャットの方で、えっ、ー、と、往復の送迎料金ね、無料っていうのを、あの、料金含まれているポイント宿泊でもね、確認しておりますけども、このね、モルジブのホテルは基本的に予約するとホテルからメールが来て、 メールでね、その利用する詳細みたいなのね、問い合わせ来ますので、メールでね、ヒルトンに登録しているメールアドレスに来ますので、そこでね、再確認は確実に行っていただきたいなと思うんですけども、まあ、こちらね、書いてありますし、えー、こちらのチャットでも確認できておりますので、まあ、送迎料金はかかんないと思うんですけども、そこで一応確認はしてもらって、あとね、キャンセルポリシーもね、あの、まあ、今から予約すればね、あの、そんな近くなかったら大丈夫だと思うんですけども、こちらもね、合わせて注意して利用していただいて、 チェックねしてみてください。これすごいですよね。30万円のホテルに13万ポイントですからね。まあおそらくね、これまだね、あの SLH とヒルトンはね、まだ提携して間もないですので、すべて修正しきれてないだけだと思うんですけども、送迎料金が含まれてるってね、本当にやばいですよね。えぜひね、あの気になる方はチェックねしてください。ということで今回ですね、JAL がね、欧州路線減額マイルキャンペーンを発表いたしましたので、解説させていただきました。やはりね、 必要マイル数は少ないんですけれども、サーチャージが多いということで、しかもね、エコノミークラスになりますんで、難しいところですよね。まあ、ジャルマイル、ANA マイルね、やはり溜めやすい部分がございますので、まあ、サーチャージがね、このぐらいだったらいいよっていう方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライティパスのおすすめがわかる、PP 診断、マイル診断、マイルクリッ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。